ノースリーブスの週刊ノースリーブ。ノースリーブスの峯岸みなみです。小島春菜です。高橋みなみです。AKB48 のニューシングル、グリーンフラッシュが3月4日にリリース。この曲は簡単に言うと、高見菜が早口でボソボソいっぱい喋るところがあって、春菜が真ん中にいる。そうだ。ちょっと待って、おかしくない説明。ちょっとそういう風に聞いてますけども。そうだね。私が早口でボソボソ喋る曲だって。誰だよ悪口で。すっごいね、いいメロディーなの。なんて言うんだろう、いやめっちゃいい曲だよね。めっちゃいい曲で、 B メロから高見菜がボソボソ喋る。ちょっとそれは別に吟じてるわけじゃないから。いい曲を盛り上げるの、それは。まあそれは正直いらないの。最初はいらない。おい、最初いらない。初見いらねえなって。あ、いらないなって思うんだけど。でも2回目とか、あとあのミュージックビデオと合わせてみるとすごいマッチしてて、なんか聞き慣れてきた。わ、いい曲だなって思う。じゃあ最近珍しいね、春菜。受け止めてくれてるんですか、じゃあ私とさやねーのラップは。まあね、しょうがないじゃん。誰がしょうがない。さやねーは最初から別に悪く言ってないよ。そう。なんで私は。違う、なんかね、初披露の時思ったんだけど、さやねーはラップっていうことをあんま意識しないように歌う。なんか、あ、確かにあんまりなんかこう、いつもの普通の歌振りみたいに、なんか多分自分でも受け止めたくない部分が多分あ、私がラップをしてることなんて。あ、確かに信じたくない。そうそう、でも高いのはもうノリノリ。何あれ。ラップですね。いやだってラップの尺が長い長い。確かに。びっくりちょっとかなと思ったら B メロからサビ前までずっとラップなのよ、うん、これはきつい。カメラワークもさ、みんな後ろ向いちゃってるから私とさやねしか映る人がいなくて、めっちゃくんのよ、うん、もうそしたらもうやっぱ決め込むしかないじゃん。いいよみたいな。そうセンターですからね、小島さんも。そう、小島さんね。そうそうそう、柏木さんとダブルセンターですから。まあまあ、もうなるべく、私人生の中でなるべく目立たないように恥かかないようにしたいの。だからちゃんとしてよ。いや、誰が恥かかせない。恥かかせんなと。恥かかせてない。真剣にやってるから。ラップ講師の人の元練習したんだから、ね、いつも来てる。ラップ講師、ラップ講師いるんだから。へえ、初めて知ったよ。そう、いるんだ。先生いるんだ、ラップの先生。うん、なんか やだね。ラップってそういうんじゃないじゃん。なんか気持ちじゃん。うん、あれ、え、みーちゃん、え、なんかラップってその教わるものとかじゃなくて自分の中から出てくるものだから、うん、あ、そうだよね。人から教えてる、うん、もらうっていうのはちょっと違うのかなって。そっか、うん、ストリート自分で出ていって学ぶものだと思うし、え、なんか、まあまあ、うん、誰リリック、ライム出てくるもん、うん、あ、そう、うんうん、あ、バイブスで、自分のバイブスで。だからもう本当に歌詞とか、あ、リリック毎回同じじゃなくて、リリックとか毎回同じじゃなくていいんだよ。だからその時に感じたことをバイブスで乗せて自分出した方がいいから。え、じゃあ歌詞変えていいんすか。あ、全然いいんだよ。あ、マジっすか。秋元さん書いた歌詞変えていいんすか。ラップってそういうことだし。はい、そんな難しいな。だから韻とかも別に踏む必要もないし、ないっすか。すごい、それは常識を覆されますね。そうっすね。絶対逆にそっちの方がもうちょっと今ないような、あんまり、うんうんうん、そういう風にやってる人の方が少ないかも。え、絶対踏まなきゃいけないのかと思った。本当よ。え、これ何。終わりね。みーちゃん、え、じゃあみーちゃん新曲では何してんの。私新曲では新曲では何してるのかな。でも、うん、そうだね。なかなか、あんまり、その、忙しくて顔出せないんだけど。もうやってほしかったわ。ねえ、もしだったら全然。なかなかその、顔出すことはできないんだけど。ちょっと一回見せてもらって。でもその宴、うん、私がこう、レギュラーで出させてもらって、宴の時だけは、なんかね、この歌歌わせてもらえたの。代役、ただの配慮。配慮があって。もう宴だし、なんか宴でスタジオで曲振ってんのに、いないのね、変なのか。気使って、TBS の人かな、わかんないんだけど、そう、宴の方では歌わせてもらってるんですよ、貴重な。それは絶対見よう、じゃあ。今度もしあれだったら全然やっていただいて構わないんで、私のところ。ラップですか。はい、ぜひ。いや、でもそれは自分で乗り越えないといけない。あ、そうなんですね。わかりました。楽しみに報告します。はい。さあ、はい。個人の近況の方に参りたいと思います。そうですね。はい、わかりました。小島さん。はい。自分の写真集のことで頭がいっぱい。自分大好き。何これ。まあね、写真集もうすぐ出るからさ、まあ確かにいろいろ載せてるけどね。間違ってないね。うん。すごいもんね、今回。あれちょっとやばいね。
見てもらったよね。うん、見せてもらったんですけど、まだ本にはなってない紙の状態でね。そうそうそう。なんだろうね。あ、そっちなんだっていう。そうね。え、そう。今までは、うん、小島春菜はその、ポチャ胸で、有名な名を馳せてたと思うんだけど。名を馳せてね、そうね。ポチャ胸では飽き足らず、うん、次はもう、ケツ押しで。ヒップでね。ヒップヒップヒップ。そうなの。なんか、それは誰が決めた？自分で決まってた。お尻取ってください。言わないよ。決まってたの、もう行ったら。しかも写真集って知らないで、行ったの。へー。そうなんや。そう。もうありとあらゆるところで、ケツ出して。本当にケツ出てたよ。本当にすごかった。すごかったね。いいケツやったわ。うん、売れると思う。うん。あれ、売れるね。売れると思う。うん、ありがとうございます。見どころは？見どころは、何？見どころは、いや全部すごいね、あのね、ロス編とまた違った感じの東京編があって、うん、ああ、そうなんですね。東京編は密会がテーマで、ああ、そんな感じなんだ。そうだったね。そう。ホテルの一室でみたいな。そう、あれ。そう、うん。で、ストーリーが結構あって、もう、もうその年代、男女関係なく見てもらえるようなもうバランスですごく考えて作ったので、うん、みんなで。だからたくさんの人に見てほしいなと思ってます。はあ、普段なかなか曲の宣伝とかしてくれないんだけど。ちゃんとやったね。きっちりしよった。そう。なんや。確かになんかここは多分こういう、ちょっと年配の、ちょっとお金持ってる人が好きそうなページで。あったね、確かに、ね。これは若い男の子が好きなページで、あ、これはめっちゃ女の子が好きなニャンニャンだな、みたいな。ね、全部。ありがとう。そうね。で、みーちゃんが、お、ともちんと食事。はい。はりなのツイッターの内容が充実。あ、ツイッターね。そうだね。ツイッター頑張ってるね。ね、偉いね。頑張って。面白いもん、普通に、ネタとして。嬉しい。なんか、なるべくアクティブに過ごすようにはしてるんだけど。どうだった？ともちんとね、うん、全然多分二人でご飯したらすっごい久しぶりで。あ、そうなんだ。てかもうないかもぐらいの。あ、マジで？うん、あ、そうなの、意外。二人はないか？二人はそんななくて、うん、ちょっと緊張したよね。なんか、私の方が先についちゃって、うん。そわそわして。ヌーボーみたいだね、ちょっと、ね。そうそう、グータンヌーボー的な、どうしようみたいな、そわそわして、ね。ともちんが、すごいキラキラの服を着て、あ、やっぱりそこは変わらないね。友人だってちょっと緊張しました。うん、話の内容として充実しました。そうだね。友人がすごい可愛かったのは、もう番組中に、不愛想に見られないように、たくさん笑うように今頑張ってるんだって言ってて、なんか、可愛いね。可愛い。小さな努力やな。そう、なんかそういうことも頑張ってしてるんだなって思って。でも笑顔可愛いからね。うん。確かに行列すごい笑ってた、この間も。へぇ、うん。可愛かった。いいことだよ。うん、え、高見な？なんか私のとこ全くなんか充実しないね。新生かまってちゃんと何かがあった。はい、まあ、新生かまってちゃんのこさん。はい。ぐらい。755の話めっちゃするよね。うん。うん。755ばっかりだよね。いや、だって私発信源に755しかないもん、今。私ちょっと一個ドキドキしたのは、うん、横山由依に対してのコメントが来ててね。うん。おしょうって感じが、和になんかこう、なおみたいな、なおに近い、そう、和尚。あれが横山由依さん読めてませんでしたと、うん。次期総監督としてどうなんですか、心配ですみたいな謎のコメントが来てて、うん、なんかそれに対してなんか、ちょっとなんか、ん？って思っちゃって、なんか個人的に。いや、そんな関係ないやみたいな。あ、うん、あ、私が ついた。なんかメンバーのことに出すとちょっと、もやっとしちゃうから。総監督。そう、だから、それぐらいで心配するのどうなんですかみたいな。学力関係ないっすよみたいなことを書いたときに、あ、これちょっと何人か、こいつ何言ってんだと思うやつ出てくるなと思って書きましたね。マジになっちゃったんだ。おで？で？炎上した？全く。しないの？しないの？それ話題にはなってないの？そうですね。まだそれこそ握手とかしてないんで、何も言われてないんですけど。握手、うん。基本なんかそこから握手でなんかいろいろ言われる。どうしようかなどうしたの？どうしようかなと思って。何？何出して？ちょっと足りないよね、やっぱり今日。トークが。あ、足りないっすか？何が欲しいっすか？峯岸さんじゃ。なんかだから、これも多分ラジオ界の755だからさ、ここも。うん、このラジオもきっと。うん、だからなんかちょっと一言いただいて終わりたいですね。何？ちょっと意外とみんながびっくりしちゃうような、ちょっと炎上の材料になるようなものを言って終わりたいです。
ちょっとまだ盛り上がりが足りないんで。めっちゃ喋ったよ。めっちゃ喋ったよね。いやいや、その平坦なことずっと喋られてもちょっとあれなんです。いやもう自分がずっとラップのこと喋ってたじゃん。そうだよ。あんたが平坦なこと喋ったよ。もうずっとあれが一番だって選抜じゃないからどうやって乗っかっていいかわからないのもん。あみーちゃんなりの。わかんないから、それで悲壮感出さないようにさ、一生懸命さ、ごめんなさい、冗談でそうやってさ、言ってさ、どうせ別にカットされるのかもしれないけどさ、カットされないって、そうやってさ、自信持てよ。みんなにさ、気使われないようにさ、私なりに入ってたんじゃん、グリーンフラッシュの話に。それをさ、うん、そんな気も知らないでさ、うん、すいません。すいません、本当に。本当にごめんなさい、なんか。それでは聞いてください、うん、グリーンフラッシュ。週刊ノースリーブ。ノースリーブスの週刊ノースリーブ。それではこちらのコーナーに参りましょう。峯岸みなみのこんなもんだ。お、はい、世の中ってこんなもんだよねというメールを紹介していきます。あまり世の中に期待しない方がいいってことを伝えるコーナーです。うん、それでは奈良県のラジオネームスマチヒさんからいただきました。黒いマスクをしている人を見るとちょっとびっくりする。なんか最近でも流行ってるよ ね、 るよね。結構短かも今までより。なんかこれは結構はっきりさせたいね、これがかっこいいのかどうか、うん、小島さん的におしゃれなアイテムなんですか、それは。どうする、自分のいいなと思う人とか黒いマスクしてたら。ちょっと嫌じゃない。うん、いやでもなんかもうみんなして、でもファッションにあってやっぱマッチしてるよね。だからそんなに気にならないかも。ああ、そういう人がそういうのしてるから。うん、うん、あのすごいサラリーマンのメガネのおじさんとかがしてたらショック。ショック。ああ、それなんか黒系のさ服、うん、あのなんていうライダースとか着ててさ、あしてる人とか普通なのかな。え、じゃあみーちゃんが突然今日してきてたらなんか言った？わ、すごいっていう。いや、高みながしそうじゃん。あ、そう、絶対こんなでするなら高みな。え、絶対多分してるよ、これ。いや、2ヶ月、3ヶ月。したことあるでしょ。持ってる。いや、持ってます、ただ。なんで？買ったの？いや、これもらったんですよ、お土産で。お土産？どこのお土産？相当前に、だから、あの、韓国のお土産でいただいてって。うんうん、でもさすがに、つける勇気が、さすがあっちの方が。いや、大丈夫だよ。うん、なんで？そんなことをつける勇気よりももっと勇気使うこといっぱいしてきてると思う。え、例えば。え、だって高見菜がファッションに驚かされること多いし。うん、あ、本当？別に高見菜がマスクしてきたところで、うん、じゃあ今日割と合うかじか。合う。黒だから。全部の服に合う。全部の服に、全部黒マスク対応だよね、高見菜。マジで？え、じゃあ一応、じゃあ次、あの AKB の現場に、黒マスクで来るけど、うん、これでなんか誰にもなんか変に突っ込まなかったら OK ってことで飛びやすい。いや、流行るんじゃない？だってまだ AKB 誰も多分してないよ。誰か私に続いてくれる？それ。うん。続く？配ればいいじゃん。うん、配ればいい。自分がつけてほしいなと思う人にだけ。うん。さやねえだな。さやねえつけそうじゃん。あー。さやねえ。だから結局ラップの二人になるわけよ、これ。あー、もう恥ずかしいアイテムになるわ。おもろくない？ラップの。急に恥ずかしい。恥ずかしいアイテム。じゃあラップの前まで黒いマスクつけて、ラップになった時にバッて撮るの。もうええ、撮るんかい。なんか2人なんでマスク、黒いマスクしてんだろうと思ったら、ラップのためにか、はず、はずいっていう気持ちとかはあるんだ。いや、ありますよ、恥じらい。誰も恥じらいないよ。あるんでしょ。でも高見菜で一回様子見たいですね。うん、なんか、そうそうそう、黒いマスクが AKB 的にもどうなのかっていうの。じゃあちょっとつけてみよう。一回見せてよ、現場で。はい、それでね、みんなが、わ、かっこいいと思って、みんな広まるかもしれない。ほんと？じゃあつけてみるね。うん、それで一回様子見よう。じゃあツイッターにあげよう、私は。絶対ね、ネタにしたいだけじゃん。一個増えたね。お願いします。楽しみにしてますんで。続いては、そうですね。埼玉市のすがっちさん。お風呂入ってくるねよりシャワー浴びてくるねの方がセクシーに聞こえる。うん、ああ、確かに。どう？そうかな。お風呂入ってくるねの方が可愛くない？可愛らしさは。可愛い。だからじゃあセクシーな春菜が、
お風呂入ってくるねっていうのと、セクシーじゃない高峰がシャワー浴びてくるねって言って、どっちがいいかでしょ。どういうことや。あー、なんか絶対勝敗見えてるやんか。で高峰がお風呂で春菜がシャワーだったら勝ち目ないけど、高峰にセクシーなことは言わせてあげるんだから、高峰にとっても悪い話じゃないよね。そうなの、そうなの。勝手に丸め込まれてね、これ。うんって言いそうになったけど、全然よくねえだろう。これ言ってあげて負けるだろ。悪い話じゃないよ。いやいや、あげくやん。わかんない。まだわかんない。まだ勝負わかんない、これ。やってみなきゃわかんないやつ、わかんない。ほんと先行高校、じゃあそれも高峰に選ばせてあげよう。圧倒的に不利だから。高校で。強気じゃない。え、ちょっとやっぱ相手の出方を伺いたい。それによってじゃない。わあ、いろいろ持ってるんだ。バカだ、いろいろ持ってる。バカだ、こいつ。聞こえてる。じゃあいいですか、小島さんのシャワー浴びてくるね。あ、そっか、小島さんお風呂。小島さんはお風呂入ってくるんだ。はい、お願いします。じゃあ、お風呂入ってくるね。あー、いいね。あー、間違えたわ。さりげない、自信喪失。さりげないんか、だから高見の狙わないで、いつもの、いつもの狙うのやつダメだよ。わざと変な顔して言うのやめてね。はい。いい？オッケー、いい。うん、大丈夫、はい。シャワー浴びてくるね。いや、ふざけてる。だそれだって。ふざけてじゃないよ。ダメなんだってね、ねって言ったじゃん。ねダメか。シャワー浴びてくるね。シャワー。まあでもね、悪くはなかったな。うん、あ、ほんと意外に、うん、でもシャワー難しくない？言ってみ難しいから。どっちが得意？え、どっちだろう。でも私はシャワー浴びてくるね、もうナチュラルに言える自信ある。おー、ハードル上げる。いいですか、はい。シャワー浴びてくるね。あ、でも色気が、そうだね。そこよ。難しい。難しいよ。セクシーには言いたいけど、その変な感じにしたくない。ちょっとやってみて。一番最初にそのシャワー浴びてくるね、上手にできた人が勝ち。はい。一抜けないといけない。あ、じゃあこうやってふざけての。じゃあシャワー浴びてくるね。あ、これですね。これだ。これだ。これだ。すげえ。これだ。え、でも今のすごい良くなかった。すげえじゃん。うわ、今の自然。すげえ。あ、なんかすごい良かった、今の。なんかキャッキャしてて、急にそれ言われたらドキッとするよね。キャッキャしたら言えるの？キャッキャしよう。キャッキャさせて、ちょっと。自分でしてよ。なんだよ。一人でキャッキャできてねえだろ。そう、やって。え？え？だって。やだ、キャッキャしようよ。キャッキャがね。キャッキャが絶望的に下手だから。キャッキャしようよね。え？シャワー浴びてくるね。ノースリーブの週刊ノースリーブ。ノースリーブの週刊ノースリーブ、そろそろお別れの時間となりました。下手だったし、下手だった。でもキャッキャしてくんないから二人が。キャッキャしようよって。キャッキャしようよ。自分でしてよ。自分でできないよ、キャッキャは。厳しいでしょよ、それ。練習してきてください。え？ということで、ハイパースペシャルウィークのプレゼント当選者を発表したいと思います。3人の私物が当たるやつです。キーワードは KJ。そうだそう。ということで、じゃあ高見な。はい。神奈川県にお住まいのレイさん。一応欲しいものどれもいいものばかりなので、高橋みなみさんのでお願いします。おめでとうございます。じゃあ私はラジオネームマナミックスさんからいただきました。希望、みーちゃんのプリクラが欲しいです。あ、でも余りそうな小島さんのふなっしーでも大丈夫です。余りそう、エンディング変わったのびっくりしました。この曲聴いて英語の勉強頑張ります。先週変わったの。素直。そうだそうだ。余ってないですよ。お、余ってない？はい、当選しました。千葉県にお住まいのさつきさん、希望小島さんのふなっしー。お、え、これどうしよっかな。シャッフルしよっかな。え？え？あ、一応だもんね、希望は。だって希望だもん。そっか。で、これプレゼント交換みたいにシャッフルしよう。ダメ。なんか回して、目つぶって。うん。でもさ、覚えちゃうよね、2個いった。なんかお父さん止まったらみたいな。
じゃあ高めののラップが終わったら。オッケー。あ、はい、わかった。グリーンフラッシュね。オッケー。いきますよ。の。別れの日近づいたこのくらい分かってたはずなのになぜ辛い本当は好きだったんだろう恋だって認めなかったフィーロー強がっても心を惑わないさあさあ あれ自分のだすげえなんだ希望通りですおめでとうございますなんで別してたなんだよよかったよかったよかったねとか言ってる人に欲しい人にあげてくださいありがとうございます、はい、おめでとうございます、うん、さて番組ではラジオの前のあなたからのメールをお待ちしていますコーナーは峯岸みなみのこんなもんだノースリーブの掟コジスタグラム詳しくはホームページをご覧ください質問や番組の感想なども待っていますスマホでもアクセスできる番組携帯サイト裏側ノースリーブは休日はバイクに乗ってるよメールの宛先はノースリーブサットマークオールナイトニッポンドットコムノースリーブサットマークオールナイトニッポンドットコムノースリーブスのスペルは NO 数字の 3B ですたくさんのメール待っていますそれでは今週はこの辺でノースリーブスの峯岸みなみと小島春菜と高橋みなみでしたバイバイガラガラいやね花粉にやられてるんですよ私マジであこれ花粉えここ花粉だよもう喉も鼻もやられてます調子悪いと思ったらそうです